緊急ニュースです。前回このクリスタルスフィアに関する情報をお送りしましたが、その続報があるんです。クリスタルスフィアのクレイドルが売り切れてしまったという話ですが、ディズニーシーでもボンボヤージュでも完全に品切れになってしまいました。この台座がないと、この部分がくるくる回せないって重要な台座なのですが、この台座、クレイドルだけがピンポイントで品切れになってしまっています。あ、怪しいですね。では、某サイトを見に行きましょう。ありました。こんなにたくさんクレイドルがあります。金のシャチホコみたいに並んでますが、値段がやばすぎます。もともと1800円で販売していたこの商品が、2個セットにして23000円で売っている人がいます。もともとは1800円ですよ。それ以外でも9000円前後で売っています。すごい値段だと思いませんか？これ、メッキされたプラスチックですよ。純金ではありませんよ。そこの奥さん、本物の金だとこれぐらいのリングは買えちゃう値段ですよ。某サイトで2個セットで売っている理由は、クリスタルソフィアは2種類あるので、はじめは1人で2個買えたのかもしれません。でも在庫がなくなり、最後は1人1個だけに。そして完売してしまいました。あまりに高い値段の転売。再販はないのか連絡してみました。クリスタルスフィア、再販はありますか？はい、再販はあります。現段階で。再販日など詳しいことは決定していませんが、再販します。イエー！転売や、さようなら。再販されるので、しばらくは、キーチェーンとして楽しんでみてはどうでしょうか？